いつもご覧いただきましてありがとうございます。ネットショップイーコレ店長の一ノ瀬と申します。今日はですね、ちょっと人のですね、採用についてのお話なんですけれども、零細企業のですね、採用の、現状というかですね、そういったお話をさせていただきたいと思います。最近ですね、特に働き方改革なんて言われてまして、従業員さんにはですね、社会保険をきっちりつけましょうとか、勤務時間についてもですね、残業代にしろ勤務時間のお給料にしろもう1分単位でですね、カウントしましょうとか、あとはあれですね、年次有給休暇をですね、年間最低5日間ですかね、取得を義務化するというような、そういった改革が叫ばれているところなんですけれども、当社もですね、一応そういった法的な、決まりはすべてですねクリアして、有給に関しても今のところ 100% 消化という形でやってるんですけれども、そういったところでですね、労働環境が良くなるかどうかという話なんですけれども、中小企業に関してはですね、どうしても、社員さんとかを雇わないという方向に行ってしまうんじゃないかと私自身は考えております。ということでですね、ちょっと当社の事例も含めながらお話をさせていただきます。はい、ということでですね、このネットショップ関係のですね、人の状況というかですねに関してなんですけれども、私もですね、いろんなネットショップの運営をしていらっしゃる、仲間みたいな方たちがいらっしゃって、大体同じくらいのですね、人員というか、規模でやってるんですけれども、大体ですね、あんまりこう続いてないなっていうのがあってこういい人を見つかりましたみたいな感じで雇ってらっしゃって、何ヶ月かしてまた辞めちゃったとかで、また雇わなきゃみたいなことをですね、ずっとなんかこう無限ループみたいに繰り返しているところが多くてですね、中にはもうやっぱりですね、こう人を雇うとすごいやっぱりお金がかかることなんで、もうそもそも雇わずに何とかしようみたいな、そういった趣旨でですね、運営をされているネットショップ仲間の方もいらっしゃいます。で、当社自身はですね、起業してから15年目ぐらいになるんですけれども、最初のですね10年ぐらいはですね、やっぱりその売上とか、従業員数がこうガーって右肩上がりになっていくのがすごく幸せなことなんだみたいな、こう一つ一つですね、人を増やして売り上げも増やしてっていうと、その階段を上っていくのが経営者としては素晴らしいことなんだというふうに私自身もそうやって思っていたんですけれども、なんかですね、途中でなんかあれってなんか思うことが、いろいろありましてですね、今現在は社員さんは、採用しないという方向で、運営をしております。で、ですね、当社の場合ですね、その社員さんを雇うと、お金がかかるというのは、あるんですけれども、そこじゃなくてですね、一番なんかこう社員さんだと困るなって思ったところはですね、やっぱり3、4人ぐらいで会社をやっているとですね、こう1人当たりのやってる仕事の比率っていうんですかね、例えばこう100人でやってる会社で1人抜けたっていう、その1人抜けのダメージとですね、4人ぐらいでやってて正社員さんが1人抜けるっていうダメージが、やっぱり結構ですね、その穴の大きさが違うと思うんですよね。3、4人でやってて1人抜けた時っていうのは、やっぱりその人の週40時間分の、勤務をしていただいた仕事量というのが、
ガサーってなくなるんで、まあ、会社全体の4分の1とかですね、3分の1ぐらいをの業務をやってた人が、急に抜けるということになるわけなんです。で、その人がまあこう一人で回るようになるのにですね、やっぱりどうしても半年とか、そうですね、こう完全にこう動いてくれるようになるのにはやっぱり1年ぐらいはかかると、まあ、半年ぐらいで一通りこう基本的なことが分かって、まあ、1年ぐらいでさらにこうレベルアップしてみたいな感じで、すごい長い時間をかけて一応仕事を覚えていただくんですけれども、まあ、辞める時はですね、まあ、法律上は2週間前に言えば辞めれるということになっていて、でまあそれを突然言われたとしてもですね、まあ、2週間後にいないというのは、まあ、違法でも何でもないということになるんですね。で、人によってはその2週間という期間も持たずにやっぱり辞めてしまうということもあって、なのでその正社員さんを雇うリスクっていうのは、まあ、人員が少なければ少ないほどですね、その辞めた時の穴が大きいなと思って、それで今は社員さんを雇わないということに、してます。それでですね、私の中で一番大きかったのは、一人ですね、ウェブデザインができる方という方がいらっしゃって、もともとウェブデザインができる人で2年ぐらい確かいてもらったんですけれども、その方が辞めることになった時にですね、やっぱりですね、発送業務とか受注業務とかっていうのは割と短期間で覚えていただくことができるんですけど、ウェブのデザインはですね、結構時間がかかるというか、まあ同じぐらいのスキルのある人っていうのをまた新たに探すっていうのがですね、非常に困難で、それですごいスタッフさんが辞めて困ったということがあってですね、そこからちょっとやり方を少し変えていったわけなんですけれども、正社員さんは雇わずに、極力ですね、外注をするというような方向で、会社の運営をしていくことに、どんどん変えていきました。なので、まあ、社内の人員としては極限にですね、出荷だけ業務だけを残して、あとデザインとかですね、制作とか、あとなんか企画みたいな部分はですね、外注化をして、現在に至ってます。で、外注化の方法なんですけれども、皆様もですね、やってらっしゃるとは思うんですけれども、クラウドワークスとかですね、ランサーズさんでですね、例えばまあ、このモールのこういった運営をしたことがある人とかですね、販売促進の、企画なんかを、考えたことがある方っていうような形で、募集をかけさせていただいて、ご応募をいただいた方の中からですね、まあ、そのデザインのこうイメージとかそういったものが、まあ、センスが合う方にですね、大体こう継続的に、お仕事を依頼しているような形になってます。で、それでですね、何がいいかというとですね、正社員さんを、まあ、雇用している場合というのは、週に40時間ですね、どうしても、まあ、仕事をですね、暇な時もそうでない時も、とにかく週40時間仕事を、まあ、与えないといけないわけなんですけれども、外注化をすることによってですね、こう波がある時のこう忙しい時だけをですね、お願いすることができたりして、非常にですね、まあ、費用的な言い方をすると、固定費がですね、変動費に変えることができて、まあ、正社員さんだったらもう、何があろうともですね、毎月いくらいくらというのは必ず出ていくわけなんですけれども、外注化をすることによって、外注で作業をお願いした分だけを、費用として上げれば良いというような形で、若干ですね、まあ、経理的にも、楽になったのかなと思います。あとはですね、やはりそういったところで、まあ、一人でですね、お仕事を受けて、在宅で、
やっていこうというような方っていうのは、結構やっぱりプロっぽい方が多くて、納期とか、あとそのデザインとかにしても、そのすごいクオリティが高いものをですね、供給してくださったりということで、自分よりですね、優秀な人にその必要なところだけをお願いすることができるというメリットがございました。あとはですね、外注化するってですね、業務を結構きれいにこうマニュアル化をすることが必要になって、それを読むだけで、業務がまあ進められるっていうくらいのマニュアルをですね、作る必要があってですね、やっぱりその目の前でこういちいちこう指示が出せないので、自分のこう業務知識をですね、全部こうまとめてマニュアルを作ったわけなんですけれども、それをお送りしてですね、それでそのマニュアル通りに進めていただくということなんですけれども、そのマニュアルがあることによってですね、万が一そのいつもお願いしていた外注スタッフさんが何かの事情でですね、続けられませんって言った時に、また別の方にそのマニュアルを渡すとですね、またそのほぼほぼの、きちんとした流れでですね、業務を遂行していただくことができるということで、社内にスタッフさんがいたらどうしてもそのことに甘えてしまってですね、その人に任せっぱなしみたいな。ちょっといつの間にかですね、自分はこの人は何をしているんだろうみたいなことが分かんなかったりするわけなんですけれども、そういったですね、きちんとマニュアルを作るという手間がですね、かかるものの、一旦作ってしまえば、他の方にですね、業務を振ることもできるので、万が一いつもの方がダメになっても、次の方、その次の方っていう形での業務をですね、移行するときに非常に楽になったわけなんです。ということでですね、当社はですね、今のところ、社員さんは雇わずにですね、極力外注で進めるというような業務をいたしております。ということでですね、ほとんどですね、事務所にですね、人が常駐していることがなくて、なかなかですね、ホームページの会社概要にも書かせていただいてるんですけれども、お電話での対応だけが難しいところがございまして、なるべくですね、メールでのお問い合わせがありましたら、早くですね、回答するようにはしたいと思っているんですけれども、そういった内部的な人員の、事情もございまして、ぜひご理解をいただければと思います。今日はですね、零細企業の、採用の現状ということで、当社の事例をお話をさせていただきました。よろしければですね、またチャンネル登録をしていただきまして、次回の更新をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。